はい。てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。相撲界にまた激震ですね。暴行を受けた土地神山は引退届を出せられた。白鵬追放の急戦法。春日野親方に暴力隠蔽疑惑。これね、あのー、要は、理事のね、春日野親方。これはね、白鵬を追放するための、まあ、急戦法と言われてるんですけど、 ナンバースリーかな。で、この方が、えー、自分の弟子の暴力事件を隠蔽したという内容なんですよ。で、これはね、あのー、最近ね、その元横綱白鵬こと宮城の若田かな、弟子だった元幕内北青鵬の暴力を止められずに、監督責任を怠ったとがによって、えー、閣下を追放されそうになっていると。で、その一方で、 白鵬追放の急先鋒と言われてる元関脇栃の若の春日の親方も弟子の暴行を隠蔽したみたいだということがえまあ広がってると。でねこれね初日を迎えた今月の3月10日かな以降まあ会場ではねあの春日の親方に関するある噂が広まっていると。 でね、これどういう噂かというとね、春日野部屋に所属する元十両で現在幕下の栃武蔵、25歳、栃武蔵が兄弟子で幕下の栃神山、あの、幕下、兄弟子ね、に暴力、要は兄弟子で年幕下、兄弟子なんですけど、年はね、逆なんですよ。だから栃神山に暴力を振るって、 カスガの親方がこの事件を隠蔽したという噂。これ噂ですよ、えー。土地上山は宿舎から逃げ出し、実家に帰り、被害を受けたにもかかわらず、なぜかカスガの親方によって引退届を出せ、出せさせられたとか。どうやら土地上山の方もそこに問題を抱えていたようですと。初日から両者が救助を続けていることで噂は徐々に広まってきたと。 だからちょっとね、初日からこれ2人ともね、あのー、23歳と25歳なんですけどね、こう暴力を隠蔽した、でね、あのー、これ春日野親方っていうのは相撲協会ナンバー3の巡業部,部長を務めていて、現執行部の中心的人物で、白鵬追放の急先鋒で知られています。で宮城ののはここれ白鵬のとこね 先月公表された北西法の問題の責任を取る形で4月以降所属する伊勢川一文の預かりとなることが決まっていると。しかし具体的な内容は煮詰まっていない。あまり煮詰まりましたけどね。で、あの、部屋が消滅する危機。で、土産の方は、まあ、まあ、最終的にね、あの、あれなんですけど、えー、これね、 この春日の親方が、まあ、要は北西鵬の件でね、白鵬には重い罪を、罰をあれしたのに、うん、理事の春日の親方に電話で直撃したらね、栃武蔵による暴行の有無を要は聞くとね、いや、お話しすることはないです、続いては親方がまあ栃神山に引退届を出させたかどうかを聞いたと、しばし間を置いてから話はできないと、ガチャッと切られたと。 土地神山の実家を訪れてね母親に暴行被害の有無を尋ねてみたけど、まあ、お答えできませんということで、まあ、実家には、ね、手が回ってんでしょうねでね教会に書面で質問を送るとおよそ1こういう回答が教会から来たとだから春日野部屋で親方のとこでそういう暴行事件があってそれはどういうことですかということで教会に送ったらね書類をこう書いてきた引用しますね 春日野親方から危機管理部長が聞き取った内容は次の通りですと2月13日当時は関取だった栃、えー、武蔵の、えー、付け人だった栃神山が指示された仕事をせずに寝ていたそれを発見した栃武蔵が足で起こしたそこでさらに指示を出したにもかかわらず栃神山が、えー、仕事をしなかったので胸ぐらをつかんだ その行為に対して土地神山が暴力を振るわれたと大騒ぎし、部屋を飛び出した。周りの力士たちも確認したところ、同期の証言が相違なかったと。でね、あの、春日野親方がこの暴力行為を隠蔽したのではないかということに対してはね、あの、2月14日に春日野親方より危機管理部長に報告があったため隠蔽はないと考えていると。まあ、報告してますからね、お手前、これ、教会の人ってね、隠蔽しないんですよ。 仲間だからみんな。その他に、土地上山の引退届は出されているが、手続きはまだ完了していない。土地武蔵は、えー、2月14日に左肩を手術したので、休場していることを明らかにした。でね、これね、一つね、このね、教会グルメで隠蔽してるんじゃないかということに対しては、教会は異常の回答によって、被害は土地、えー、上山の主観であって、暴行はなかったと主張したいのかもしれないが、そうは通らないと。 土地山が、えー、暴力を振るわれたと言っていたことを認識しているわけで、であれば被害者にも丁寧な聞き取りを行うさらなる調査が必要なはずだと。春日の親方から聞き取りだけで安易に結論を下すことはでき,できないと。そして1ヶ月以上も外部に、えー、事実関係を雇用しておらず、春日の親方が、まあ、今回ね、新庁の取材を拒否したことから、 教会グルムで隠蔽を図ろうとしていたと見るのが妥当ではないかみたいなこと言われてるんですよ。で、昨年ね、道のく親方のころ、道のく部屋で暴行の隠蔽が発覚してね、ナンバー2の事業部長だった元大関霧島こと道のく処分を極めて軽い,い報酬減額にとどまったと。仲間にはとことん甘く、敵には厳しい不公平な教会に宮城の方を裁く資格はあるのだろうかって言ってますけどね、これね、結構ね、この記事ってね、 あの白鵬護型なんですよで僕はね暴力事件って言いますけどねじゃあ,あの可愛がりってどうなるんですかと思うんですよでねこれ暴力事件というよりねつけ身とか言うこと聞かんから「足だお前こうやれよ」って言ったらそれ暴力じゃないですよこれを暴力と言ったらこんな厳しい、ね、男の世界でやっていく上でねちょっとしたことが昔はねセクハラとかパワハラっていう言葉なかったでしょ 今は何するにもこう言われるでしょ。で、相撲界にもね、確かにね、あの、陰湿なものはね、やっぱりね、北西方がやってたのはやっぱり陰湿だし、異常ですよ。でも、今回のね、僕この、何、春日の親方のところで起こった内容はね、さっき言ったようなね、指示された仕事をせずに寝ていた。それを発見したで、足で起こした。そこでさらに指示を出したにもかかわらず、仕事をしなかったので、胸柄を掴んだ。 その子に対して暴力を振るわれ胸ぐらを掴んだだけで暴力を振るわれたと大騒ぎしたと。怪我してないと思う。だって、これ、あれだもん。兄弟子ったって、これ歳がね、確かね、逆なんじゃないかな、これ。とつかんえー、っとね、これ微妙なんですよ。あのね、えー、っとね、 土地上山は23歳。ええー。ほんで、土地武蔵は25歳なんですけど、あのー、23歳の方がね、兄弟子なんですよ。で、兄弟子なんだけど、兄弟子だからね、あのー、あのー、要は、兄弟子なんだけど、付け火これね、 入ったら兄弟子なんだけど、やっぱり相撲の世界って位が高い方に言うこと聞かないかんでしょ。でもね、それをね、怠ったのはこれ、これ問題あるんで、暴力があったかどうかはね、これ立証できないから何とも言いません。